皆様お待たせいたしました。本日はお忙しい中、2022カリア新成人の集いにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めさせていただきます、私新井川幸恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。また手話通訳を担当しますのは中川優子と溝上信弘、要約筆記を担当しますのは大野真紀子、鎌田真由美です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めの言葉を成人式実行委員の黒柳直樹より申し上げます。ただいまから2022カリア新成人の集いを始めます。続きまして成人式実行委員会からのお願いを成人式実行委員長の川辺優より申し上げます。皆さん、成人おめでとうございます。私たち成人式実行委員29名はこの2022カリア新成人の集いを成功させるために昨年7月よりさまざまな企画の検討を重ねてきました。今年のテーマ、ふるさと未来へつなぐ新たな歩みは、カリアというふるさとで過ごした思い出を胸に新成人としての新たな一歩を踏み出していこうという決意を込めて決定しました。本日はここまで育ててくれた周囲の方への感謝の気持ちを忘れず、この成人式が有意義なものになるよう皆さん最後までご協力お願いします。ありがとうございました。それでは式典に入ってまいります。はじめに主催者を代表しまして、刈谷市長稲垣武氏からお祝いの言葉を申し上げます。新成人の皆様、ご成人おめでとうございます。本日1765名の新成人の皆様が新しい人生の門出となる成人式を迎えられましたこと、心からお祝いを申し上げます。またご来賓の皆様におかれましては、ご対応中の中ご臨席を賜り、主催者を代表いたしましてお礼を申し上げます。ありがとうございます。一昨年から続く新型コロナウイルス感染症の影響により、これまでとは異なった生活を送る日々が続いておりますが、
現在少しずつではあるものの、社会経済活動などこれまでの生活を取り戻す兆しが見えつつあるところでございます。また一方では新たな変異株への懸念などもあることから、この政治式も昨年に引き続き2部制で開催することといたしました。本市におきましても、先月から3回目のワクチン接種を始めるなど、引き続き感染拡大の防止を進めているところでございます。さて、今年の新成人の集いのテーマは、ふるさと未来へつなぐ新たな歩みということで、会場入り口で配られたプログラムには、刈谷のさまざまな風景が散りばめられております。刈谷ハイウェイオアシスやフローラルガーデンよさみ、議場公園の十方亭など、どれも皆さんが子どもの頃から慣れ親しんできた思い出の場所だと思います。現在、刈谷市では、魅力あふれる公園づくり事業といたしまして、市内の5つの主な公園の特徴を生かした将来構想を市民の皆様の声を聞きながら策定を進めております。この将来構想をもとに、皆さんが大切な思い出を作ってこられた緑豊かな公園を次の世代に受け継いでいくため、誰もが行きたくなる魅力ある公園づくりを進めてまいります。また昨年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され、刈谷市が誇る企業スポーツからもたくさんの選手が出場されました。中でもレスリング女子53キロ級の向田選手は金メダル、バスケットボール女子の高田選手、赤穂選手、東堂選手は銀メダルを獲得するなど、輝かしい結果を残されました。今後も若い力が刈谷で輝き花開くように、またさまざまな分野で世界に向けて刈谷の魅力を発信できるように、皆様と一緒に盛り上げてまいりたいと思います。そして現在刈谷にお見えになる方も、また新たな場所で生活をされる方も、皆さんがこの刈谷市で思い出を胸に、いつまでもふるさととして心に残していただけるよう、今後も日本一安心安全な街刈谷の実現を目指して、新成人となられた皆様と一緒に刈谷市を盛り上げていきたいと思います。結びになりますが、これからの時代を支える皆様方の若い力と行動力に大きな期待を寄せますとともに、またこれからの皆様の一人一人の未来に対し心からエールを送り、人生が輝かしいものになることを記念いたしまして、私の式辞といたします。令和年1月9日刈谷市長稲垣武氏、誠におめでとうございます。続きまして、来賓を代表いたしまして、刈谷市議会議長、加藤博之様からご祝辞を頂戴したいと存じます。市議会議長の加藤でございます。2022刈谷新成人の集いの開催にあたり、刈谷市議会を代表してお祝いの言葉を申し上げます。刈谷市の次の時代を担う皆様が健やかに成長され成人となられましたことを心からお喜び申し上げます。またこれまで深い愛情を持ってお子様を立派に育て上げられました保護者の皆様、ご家族の皆様にも重ねてお喜びを申し上げます。今年も昨年に引き続き密を避けるため成人式を2部制で開催することとなり、ご苦労も多かったと思われますが、こうして無事に成人式が挙行されることに喜ばしい気持ちでいっぱいで、晴れて成人となられた皆様は
自由と権利がより大きくなると同時に、今まで以上に責任や義務もより 重たくなります。この自由や権利は安心で健全な社会があって守られるものであり、その社会を担っていくのは皆様でございます。皆様一人一人が自覚と誇りを持って期待される社会人として大きく羽ばたいていかれることを期待しております。さて、昨年も新型コロナウイルス感染症の影響により我慢の1年となりました。これまでの日常が非日常となり、世間を飛び交う不確定な情報の中で不自由で不安定な生活を送られてきたものと思われます。しかしながら、このような状況であるからこそ、毎日の何気ない生活のありがたさは、人と人とのつながりの大切さ、また家族や友人、地域社会が互いに支え合う思いやりあふれる社会の必要性を強く感じられたことと思われます。皆様におかれましては、相手を思いやる優しい豊かな心を持つとともに、多くの体験を通じて見聞を広げ、情報に振り回されず自分の意思を持って行動できる人間に成長されることを願っております。本日成人式に参加されています皆様の中には、これからも刈谷に住み続ける方、また将来的に刈谷市から出て行かれる方もいらっしゃるかと思います。それでも皆様のふるさととはこの刈谷でございます。刈谷で育ち、多くの人たちと出会い、共に成長した誇りを忘れずに、これからの人生を過ごしていただきたいと思います。結びになりますが、本式典の開催にご尽力いただいた成人式実行委員の皆様をはじめ、関係者の皆様に厚くお礼申し上げますとともに、ご臨席の皆様のご健勝をご記念いたしまして、私からのお祝いの言葉とさせていただきます。ありがとうございました。本日は新成人の集いのお祝いに、たくさんの来賓の方々にご臨席いただいております。本来であればお一人お一人からご祝辞を賜るところではございますが、時間の都合もありますので、ご紹介のみとさせていただきます。お名前をお呼びいたしますので、その場でご起立をお願いします。参議院議員、酒井康之様でいらっしゃいます。はい、おめでとうございます。愛知県議会議員、永井雅彦様でいらっしゃいます。はい、おめでとうございます。愛知県議会議員、神谷雅弘様でいらっしゃいます。刈谷市議会市民文教委員会委員長、佐原光康様でいらっしゃいます。はい、本日はおめでとうございます。刈谷警察署長、内田正樹様でいらっしゃいます。おめでとうございます。衆議院議員、大西健介様の代理、秘書の倉島博夫様でいらっしゃいます。衆議院議員、石井拓様の代理、秘書の小林哲三様でいらっしゃいます。おめでとうございます。お忙しい中ご臨席をいただきまして、誠にありがとうございました。ただいまご紹介いたしました来賓の方々以外にも、本日は市議会議員、教育委員の皆様など、たくさんの来賓の方々にお越しいただいております。皆様、大きな拍手をお願いいたします。
また中学校時代の恩師の皆様もお祝いにお越しくださいました。新成人の皆様、客席前方をご覧ください。刈谷東中学校、刈谷南中学校、よさみ中学校の恩師の皆様はご起立いただき、後方をご覧ください。会場の皆様、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ご着席ください。なお、大西健介様、石井拓様、酒井康之様よりお祝いのメッセージを頂戴しております。ロビーに掲示しておりますので、ぜひご覧ください。続きまして、二十歳の誓いを成人式実行委員杉浦仁生、安藤優より申し上げます。稲垣市長、どうぞ演台の方へお進みくださいませ。先生、僕たち、私たち新成人一同は、大人としての覚悟を持ち、ふるさとへの感謝を忘れず、元気に力強く、新たな時代へ新たな一歩を踏み出していくことを誓います。令和4年1月9日、新成人代表杉浦仁生、安藤優。ありがとうございました。以上2名が代表しまして、二十歳の誓いをお送りいたしました。それではここで来賓並びに主催者の皆様が退場されますので、どうぞ皆様、大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。これで式典を終了いたします。